そしてここがみかんホテルです。こんにちはカフェの、シェフ料理人シェフです後でまたお話伺わせてください。よいしょ。幸せを感じて生きてます。で奥がカフェになってます。さっきご挨拶させてもらった。よいしょ。お邪魔します。すいません。ここはビーガン料理ビーガンカフェになっているそうです。私も今朝スープとパンのセットのドリンク付きで650円というめっちゃ安い、いただきましたが、とっても美味しかったです。で、パンが焼きたてのが置いてある美味しそう。興味深かったです。この熊野古道はスペイン巡礼と通ずるものがあるそうです。なのでちょっと提携してる古道と提携してるって初めて聞いたと思うね。なのでスペインの方からの来客者も多いそうですすごい。よいしょ。じゃあ今日はよろしくお願いいたします。今日は、宿泊させていただいている、みかんホテルの中にあるここからカフェの、はい、お名前は伺っていいですか。はい、永田豊と申します。豊さん、はい、豊シェフ、マスター、はい、じゃあマスターって呼んでいいですか。はいはい、じゃあ、マスターにちょっといくつかお伺いしたいなと思うんですけど、まずこのお店はビーガンのお店なんですよね。ビーガン、いや、カフェは普通に牛乳、あ、カフェじゃ、チャイは普通に牛乳を使っているので、正確にはビーガンとは言えないです。あ、で時々ね、バスクチーズケーキとか、はい、今流行りのやったりもするので、美味しそう。ベジタリアン、はい、なんでそのビーガンというかベジタリアンなそのメニューにしようと思われたんですか。お肉は苦手だからです。もともとなんですか。はい、はい、そうです。健康のためとかそういうわけではなくて。あ、昔からお魚とか。魚もあんまり食べないですね。でもまあ僕はそれが合ってるので、でも皆さんにはそれぞれ人によってね、違うと思うし、それぞれに合った食の形をやってもらいたいと思います。あ、じゃあ、なぜここに何個か先ほどもねお話しさせていただいたんですけども、はい、こちらの方に美浜に移住してきた理由みたいなのをお伺いできたらなと思うんですけども。美浜にですか。美浜に、うん、はい、美浜は
この話があったからなんですけど、うん、ここをやらない。もともとはどちらからいらしたんですか？はい、大阪生まれで神戸で長いこといました、うん、で、その、今から2014年に、はいはい、あ、ごめんなさい、2013年に神戸を出て、うん、で1年半ほど浅いましたけど、あの、うん、工藤山町っていう高野山の近くに1年半いて、うんうん、でその後こっちの、新宮市熊野川町に5年半いまして、うんうんうん、それで、こっちに来てからはまあ、神戸ではやったことないかった、そのヘルパーをやっていて。おお、ヘルパーさん。そうです。でそれに一段落をつけてスペインを歩いたことをきっかけに、うんうん、いろんなことが回りだして、はあはあ、はい、そうなんですよね。あの熊野古道と提携しているのがスペイン巡礼の道って、はいはい、そうです ね通称カミーノってみんな言ってますけど、カミーノ、はい、それすごい。スペイン巡礼をされたみたいで、であの熊野古道とたどり着いたというか、はい、巡り合わせが、まあ、道の魅力に気がついた。すごいね、その話がすごい面白くって、あの朝朝食いただいてる時に結構夢中になって喋らせてもらったんです。はい、ね、はい、面白い、はい、実際この美浜でいろんな方との交流とかあると思うんですけど、はい、どういう交流が魅力とかあります？なんかこの人面白いとか。あ、そうですね、皆さんいい方ばっかりで、うん、すごい素敵な方ばっかりで、はい、本当に何でしょう、暮らしよくおかげさまで暮らしさせていただいてるんですけど、うん、僕は本当に都会育ち、都会、うん、生まれ都会育ちなので、うん、あの皆さんが普通にできることができなくて、うん、本当に勉強中のことが多いんですよね、うん、まあ、僕らは都会にいるときはお金を払って生活を作っていたんですけど、うん、ちょっとしたことでしたら皆さん家の直すとかね、うん、そういうのも自分でされますし、うん、まあ、畑田んぼをやる、うん、まあ、技術ですよね、うんうん、でそういうのももう僕なんかも全然教えてもらうとはあれなんですけど、うん、あの、うん、とても大切な生活の知恵や技術たちだと思います。ですごくね、あの植物とかもたくさん食べれる、うんうん、そうですよね、よもぎとかね、春の、うん、春のちょっと時期がもう変わってきましたけど、うん、春なんか食べるもんだらけで、やっぱはい、あ、もうそれは、はい、でそういうの、そういうのをみんな教えてもらったり、そういう食材も使ってお料理とかも出されたりしてるんですか？そうですね、へ、例えば、はい、皆さんが大好きなゴンパチ。ゴンパチ、はい、あの板取りなんですけど、へ、と、あ、あの薬草茶のにも使われてますよね。板取り、板取り、さっき伺った、っ、うん、はい、使ってるかもわかんないですね、うん、はい、え、もうなんかパンとかもすごいここに美味しそうなのがあるんですけど、メニュー、ちょっとメニュー最後にこっちで、はい、あ、メニューですか、おすすめのメニューとか最後にありますか？はい、ここからカフェ、おすすめのマスターおすすめのメニューを、あの海外の方とかこの場所知らない方とかが来た時に、はい、ほっと一息ついてもらえるようなメニューを、いや僕はどのメニューも可愛くて、うんうん、特にこれだけをっていうのは用しないんですけど、まあこの町の、この町っていうかこの集落の宣伝を兼ねて、うんうん、おろしのアッサムティーっていうのを、はい、あの、あのこのアッサムティーっていうのも、うん、古くに伝わったそのアッサムの木、うんうんうん、日本で2カ所しかなかったらしいんですけど、その時に伝わったの、うん、でそれがあのずっと残っていたんですね、うん。
でもそれもう紅茶としては扱われてなくて、うんうん、当時はその番茶として普通に、うんうん、あの発酵もさせないで買ってで番茶として飲んではったみたいだけど、これをその卸の、うんまあ、村おこしに、うん、地域おこしにあのやってみようやないかっていう動きができて、それがアッサムティー21っていうんですけども、うんうん、でそれを紅茶にしてあの製品にする作業を始めて、ああなるほど、はい、あじゃあおすすめのアッサムティーとそしてマスター手作りのパンと、はい、私神戸にいる時は、うん、あのパン屋をやってたんです、ね、もうめちゃくちゃもちもちで美味しかったね、しかもお安いこのスープとパンのセットいただいたんですけど、ドリンク付きでスープもついてパンもついて、ちなみにデザートもついて650円、めっちゃ破格やなって。あそうですか、あめちゃくちゃ破格です。そうですか、ね、ぜひ。これでも高いって時々怒られるんですけど、ケーキはビーガンケーキって何なんですか今は。あ今ですか、うん、いやがあのビーガンでガトーショコラやったりもしますけど、今置いてるのは豆腐のケーキ。あお豆腐のケーキは美味しそう、はいはい、ありがとうございます。もういろんなお話聞かせてもらって、すいません、うん、あんまりちゃんと喋れ、ちゃんと大丈夫です大丈夫です、ね、ありがとうございます。ちょっとじゃあ最後にありがとうございます、手振りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとう。ここからカフェのマスターです。また食べに来てね。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな時には幸せの